おはようございます。ええ。近江飛龍です。今日が5月14日。しばらく、Vlog が飽きましたけど、ごめんなさい。今日も一日張り切っていきましょう。今日もありがとうございます。DVD。の注文がありました。DVD もさることなんですけれども、先ほど、刺繍組、向けにですね、T シャツをの限定なんですけど、枚数は限定なんですけど、大明神 T シャツを発売したらすごい勢いで今注文が入ってるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あと5月の末に、今月の末には、大明神とゲロちゃんのキーホルダーができるんで、ぜひともバッグにぶら下げといてください。じゃあ行ってきます。今日の朝ごはんは久しぶりにマックです。大阪弁で言うマクド。ナゲット必ず15個入りを買います。絶対サラダ付け合わせのね、サイドは。そして今日、気になっていた新メニュー、じゃん。明太チーズチキンタツタ。こちらの方をいただきたいと思います。でーん。あんまりわからんけど、でーんって。あ、こっちにキャベツが入ってるのね。いただきます。こっちが普通のチキンタツタ。そしてこっちが明太チーズのチキンタツタ。ちょっと、半分に切って、ハーフ&ハーフにしてしまいました。まずは普通のチーズタツタ。チーズタツタじゃない、チキンタツタ。チキンタツタ。じゃあ次、チーズ明太。チキンタツタにチーズと明太子が入ってる。まんまやな。よいしょ。またしばらくここでの時間か。始まります。だいたい午前中からだいたい2時か3時ぐらいまでは、外に行かない日、まあ、ホームセンターとか、時はずっとここに座ってます。だいたいここに座ってて、パソコンで作業してます。ねえ。 頑張ろう。何をするんやったっけ今日。いっぱいのトーストです。トーストサンドかな。いただきます。我が家のベランダなんですけど、この下のね、この人工芝、こうリアル人工芝、これだいぶ前に僕引いたんですよね、自分で。で、だいぶ汚くなってきたんで、この際に引き換えようということで、今ちょっと、メジャー持って、測りに来ました。玄関先の花もね、急にね、日差しが、夏の日差しになってきたので、綺麗に咲き出しまして、バラの花も。このバラの花ね、ミニバラだったんです。こんなミニバラ。ミニバラが大きく成長して、普通のバラになってしまった。ね。あれ、どうなりました？どうなりました？ん？あかんよ。いつ、行かれへんけど、ちょっと倉庫行ってくるね、倉庫。あ、ごめんごめんごめん。倉庫行ってくるから。暑いわ。急に、この4日ぐらい、夏日っていうか、日差しの、この、遮光がすごい、真上になってきたね。夏って感じ。ちょっと汚れてて、夏っていう感じ。布団も、みんな布団干してる。みんな布団干してる。さあ、気持ちよく。
じゃじゃん、まだ完成ではないんですけど、めちゃめちゃ全然完成していてないんやけど、炭治郎の、炭治郎日輪と、ここにもメツ、メツっていうのが入ってますからね。こっちもメツ。ここのね、塚紐。ここの紐がね、今手に入らないんですよ。だから今ここ巻けない状態で、まあこういう風に、まだ眠ったままです。で次は、今、まあ暇っていうか、今ほとんど暇がないんやけど、ちょっと、時間を見つけて、この、猪之助の日輪刀を作ろうと思ってます。確かここに、あったあったあった。あった。新しい人工芝。これ3メーター40あるかな？ちょっとね、この、重た、無理、ちょっと出してくるわ。この、人工芝のストックが3メーター40あれば、そのまま使えるんで。ちょっと、ここで、長さを測ってから持っていこう。ちょっと短いか。3メーター40できっちりなんですけど、3メーター20しかない。これ気温30度ぐらいあるんちゃうの？暑いよ。これ多分下に粘着がちょっと残ってると思うんや。これ外して、わーって水流して、で、ベタベタや。買いに行って。もう多分これ5年ぐらいこのままやったんかな。今日は多分この向こう1列目、2列目、3列目でこう縦にね、バーッとロールの人工芝を吹いているんですけど、今日は多分ここだけやります。ここの1列だけのつもりだったんですけど、これ全部剥がしてしまいました。人工芝。人工芝じゃないわ。人工芝。人工芝ってどこの芝へ。急遽、ホームセンターまで人工芝を買いに来ました。家の近くのホームセンター、大輝。よいしょ。最終的に、人工芝っていうか、このブロックっていうかタイルを大量買いしました。ジョイントタイルやね。人工芝のものと、木目調タイルのものと、これを全部敷き詰めていきます。これで終わりやん。きっちりいけん。ほら。だけできていってます。うまい。このね、人工芝のね、このジョイント部分がね、取れるんですよね。だからもうこれ瞬間接着剤でジョイントを止めます。でね、瞬間接着剤で止めた後に
効率がいいようにこのアルテコスプレーでこれで一瞬で固まります。よし、オッケー、オッケー。はいはいはい、あーはい、いいですか、はい。はい、うん、はい、まあ、はい、はい、お疲れ様でした。今日はちょっとさっきまで生配信やってて、生配信の途中に言ったんですけど、9時から、中国語講座オンラインで今日は第初回ということで、ちょっとやってきました。で、お風呂入って、お疲れ、乾杯。お疲れ、それだけ。じゃあまた。ではでは。